回は弊社が使っている製品の中から表面保護テープを紹介したいと思います。表面保護テープとはアルミや金属やガラスなどの傷防止のために貼るテープです。表面保護テープは自動車の加工用にトヨタ自動車と日東電工によって1961年に共同開発されました。自動車は鋼板で立体的な形を作るため金型に鋼板を押し付ける絞り加工を行います。この時についてしまう傷を防ぐため絞り加工の時に金属の伸びに対応するテープとして生まれました。この日本生まれのテープは現在では自動車から家電、流し台、浴槽など様々な製品に使用され世界中に普及しています。表面保護テープを貼った場合とそうでない場合は表面の傷のつき方に大きく差が出ます。このようにフィルムを貼らなかった場合は傷がつきましたが、貼った場合は表面を保護することができました。表面保護テープは貼り合わせ後、場所、期間、温度、荷重などの保存条件により粘着力は変化します。フィルムを選定する際には貼り合わせる対象物だけでなく貼り合わせ後の条件を十分考慮する必要があります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。以上、表面保護テープの紹介でした。